実は俺、最強でした。結界師とコードギアス反落のルルーシュインスパイア作品。主人公は前半は結界師リスペクトな結界魔法持ちの前世持ちの赤さん。こいつは魔法至上主義の中世ヨーロッパ風のファンタジー異世界の王族の息子として生まれたが、魔力が53よろず5みたいな感じであり魔力53万の部分が測定できなかったために、潜在魔力5の王族の面汚し目ということで放逐されてしまう。ちなみにこの設定は後のナロー系で腐るほど出てくる王道を行く設定として定着する設定なのぜ。放逐された森にいたクソヤバのメスフェンリルを魔力53万の結界魔法を使ってチョロイン化させて、チョロイン1とともに偶然の貴族の家の養子になる。そこでほのぼの俺杖をしつつルルーシュっぽい変態コスプレをして正義のヒーローをしつつ、偶然の義理の妹を魔法少女にしたりチート魔法で昔見たアニメを映像魔法として再生する能力だったり、パーマンのコピーロボットだったりテレポートだったりとやりたい放題なチートをしつつ、自分の身の海の親がラスボス候補になるなど色々とぶっ飛んだ。詰め込めるだけ詰め込もうぜオススローライフ漫画。ここからネタバレ。漫画の軸はスローライフであり実の母が全力で主人公を殺そうとするのだが、主人公は片手まで処理できるほどのチートなので毎回悪巧みは追い払われてデバフを付与させられまくって、反省しなさいをするような全く悲壮感のないシナリオがディモールトベネ。実の母の腹違いの兄弟は実の母がひねくれた権力危機であることを憂うみたいな、真っ当な性格をしており、母がご迷惑をおかけしてますのような部分もベネ。作画がアニメ調でクッソ上手だしシナリオもぶっこんだり、いきなり放逐されるシナリオでも主人公がマイペースなので全く悲壮感が出ないとてもよくできたナロー系のお手本のような漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。